バレエアーツは、ギブソン傘下のカスタムエレクトリックギターのブランド名で、ある、ドング・ロッシュなどを排出した。バレエアーツ製エレキギターのボディ1970年代、半ば、カリフォルニア州のノース・ハリウッド市で、リペアショップも併設された楽器店が設立される。創設者は、マイク・マグワイアとアルカーネス。1980年代からワーモスなどから、 フェンダーライセンスドのボディやネックを仕入れ、配線や塗装を行う組み立てサービスを開始し、スティーブル・ルカサーや、ラリー・カールトン、リー・リトナー、トミー・テデスコ、ロベン・フォードら著名なミュージシャンからも人気を博す。また、日本でもライセンス生産され、高価な製品であったにもかかわらず渡辺和美が使用するなど、それなりの売り上げを見た。しかし、1 9九十年のクリスマスに、 会社の収益の柱であった小売店が放火されて消失したことにより会社の経営には大打撃となった。1992年、二人の創業者は株式の50%を韓国最大の楽器メーカーサミック社に売却。以降、二人はコンサルタントとしてバレエアーツ社に関わることになるが年の半分を韓国で過ごすことは彼らには耐え難かったようで二人は 会社に対しての情熱を完全に失ってしまう。結局二人は1993年には会社を離れ、マグワイアはナッシュビルのギブソンカスタムショップに転職、カーネスもギブソン社のセールスマンに転身してしまう。2002年12月、ギブソン社はサミック社からバレエアーツブランドを買収。マイク・マグワイアを中心としたとなり、 ナッシュビルに新しく小さな製造工房を併設した楽器店バレーアーツナッシュビルストアを開いた。しかし2005年に売り上げが思いのほか伸びず、ナッシュビルストアは閉鎖。完全受注生産のみとなる。2012年、マイクマグワヤは引退を表明。しかし2016年に再びギター、ベースの生産が打ち切られ、公式サイトも閉鎖され、事業を停止した。 以降の動向は不明となっている。ありがとうございます。